ホタテを焼いてます。アルミホイルをかけて焼くとこんがり焼けて美味しそうです。低温でゆっくり焼きました。これは宮城県のホタテで、津波で被害甚大でしたけれども、あまり被害を受けてない養殖場もあるようで、そこからの、ホタテ貝です。甘くて非常に美味しいです。使ってるのはオイルストーブですね。火はできるだけ小さくして、で時間をかけてゆっくり焼き上げました。ホタテの甘みがとっても美味しいです。